沢村塾のことです、今日はですね、社長のための簿記の入門の入門と、ね、いう講座、まあ、本当は中止になっちゃったんですけどね、まあ、どうしても、ちょっと DVD があるんだったらね、ちょっと見てみたいぞと、ね、いう方がいらっしゃいましたんで、その対応をしてます。顔としてはですよ、ちょっと照れますねじゃあ胸元だけ、はい、胸元だけ、あ、はい、一応名前とか言いませんか。あ、はいはい、どうですか、今ちょっと僕がお話ししたんですけど、ご感想はどうですかね、簿記の勉強の仕方みたいなのだって、なんとなくイメージできましたか。あの取り掛かりが分かりました。あ、取り掛かりがね、はい、要は何を作るかが全然分からなくて、漠然と税理士になればいいのかとか、公認会計士になればいいのかとかいうのを、漠然と考えていたんですけど、それはたてつもなく大変だったので、逆に、簿記に2級3級の知識を得て、資格は2、まあ、4つにって言ったら失礼ですけど、その、まあ、取る気で知識をつけるというのがすごくなるほどと思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はい。